かさ、どっかで見たことある。ナンバーが違うの、この車。綺麗なんだよ。でもいないね。うん、ボロボロだからさ。乗ってないね。うん、置いてどっか行っちゃったか。そう、前の車はボロボロなんだよ。前が。引っ込んでんだけど違うんだよ。ここら辺がね、関宿なんだって。宿場町なんだ。今見たらさ、あったけど。でも宿場町ってあんまり大した宿場町じゃねえみたいな。足湯もあるけど。もうならすぐそこだって、三重県だよ。三重県のナンバーが出てきたよ。そうそう、もう三重県のナンバーだよ。日曜日をもっと元気で楽しくするための情報ナビゲート番組、旅さん北海道53区の美味しいグルメ情報まで、三重県の楽しい日曜日の過ごし方を応援中。元気さんネットでは今までのラインナップを見ることができるよ。旅さん、三重の青山にどうぞ。さすがさより地元の本日休業とか正月のね、31だからね。あ、あと1日だとコンビニやってねえから、コンビニなんか買ってこないのかな。こちらへやってんのかな。関東だけなのかな。何個かやってんじゃん。やってるだろうね。全部やってるのか、最悪だよ。コンビニ書いてあるのかな。あれ、またドラマやってる。ドラマやってる。好きそう、愛そうな駅。このドラマ見たことないし。ああ、そうだけど。違うんだよ。こんな時間じゃ食事をしてきたんでしょうね。ああ、そうだね、ちょっと待ってください。私より先に帰ってるんじゃないかと思ったんだけど。あの後ボタンと食事に行ったので。東海道杉宿に集合。社の連中とって言ってるじゃないか。間違いない。なんか草津って見るとさ、きっと美味しいわね。草津ジョージの後の食事とお酒って、どんな料理だったんですか。鈴鹿と普通の海鮮が鈴鹿まで来ちゃったか。別に動もしない。地図で見て無理だなと思って来ちゃった。当たり前かもしれない。普段はずっと前から愛し合ってたんだし、ええ感覚のままであるんだし。とうとう三重県まで来たよ、さなちゃん。付き合った粘着テープみたいな。今とは伊勢まで近いですよ。離れるっていう方が無理かもしれない。このままずっと真っ直ぐ行ける。あの伊勢島の。ちゃんと寝たんなら私でも寝なさいよ。子供の話してたら怖いよ、ね、でも仲良く分け合ってきたんだから。綺麗だね。怖いよね。寝なさい。私でもちゃんと寝なさいよ。私をボタンだと思って泣きなさいよ。抱いちゃう。抱きなさいよって言ったら、でも怖いよ。そこまで言われてやるか。やらないな。やらないじゃん。怖いよ、ね。彼はちゃんと面倒見てくれてるんだ。今のところちょっと落ち着けってやる。これあれじゃねえかよ。これからどうボタンかボタンとバラめんねん。そうボタンとバラめん。どうしてそう信用できないの。懐かしい。顔描いてる。霊感を引き取れないって言うんだったら、私あなたと別れます。ボタンとバラめん。こいつが出てる。いきなりそっちの話があると思うか。別れてください。その方が気が楽です。でも結構寝たね。私だけで話していきます。11時だっけ。風呂がいい風呂だから。ああ聞いたね。俺全然起きなかった。5時になってやっと起きた。ではいつも何かいいことがあったみたいに生き生きとして。生き生きなんかしてません。よかった。悲しいんです。私すごい。でもね、昨日気持ちよかったもん。別れるなんて考えちゃいない。やっぱこれこそ旅のやっぱ楽しみだよね。うん、風が入ったりサラちゃんが喜べばいい。そんなこと本気で。サラちゃんが喜べば。また喋ってんじゃねえよ。ちゃんと洗ってきた。また触ってんじゃねえよ。
後で俺が点検してやる。ちゃんと洗った。点検してやる。くせえよ、冷てえ手だな。くせえ。しょんべんしたからくせえ。あ、いい匂い。石鹸の匂い。うわぁ。うわぁ。しょんべんが石鹸の匂い。やめてよ、そんなこと。お前の匂いは俺何回も嗅いでるから。石鹸の匂いする、いい匂い。こっちに飲み込んでくる。伊藤は行きたくない。だから、ほんの少しでいいの。でもいいぞ、俺だよ。Thank you.
回れる。いいわね。今日サーロインステーキにしたわ。どうぞ。
やってないだろ。スカイライン冬季通行止めだって。あらや。あら。じゃあどうしよう。行けないじゃない。まあ、いいけどさ。いいけどさ。こっからもう。じゃあそれ写真撮っとけば。うん。スカイライン。やってないんだね。冬季通行止めなの。やってないんだ。やってないんだね。バカ野郎、やっとけっつんだよ。しょうがないじゃん。通過峠しか取れなかったし。ここはね。うん。しょうがないね。まあ、ないね。まあこういうとこいっぱいあるからね。あ、なんかあそこに、なんか、あそこに。